さあ13番ホール377ヤードパー4です。このホールは特徴的で、まっすぐ250ヤード行くとフェアウェイ突き抜けてバンカーで、そこからもうほぼ90度に近いような形で右にドッグレッグしていく。ですからこういうドッグレッグのホールってどうしても近道したくなって右の方を向いてこの右のコーナー越えしてみたくなったり、またはこうなんとなくこうピンの方に行けと思うと開いてこうスライスで右の OB 打ちやすいんですよね。ですからこんな時は右を警戒×左が OK とすると、できればティーグラウンドの右サイドにティーアップしてフェアウェイをこう斜めに対角線上にこう見た方がいいです。あと僕は今ちょうどねここに落ち葉があるんですけど、落ち葉とボールを結んだライン上を狙ってます。あとボールのマークも向けてます。こうすると自然とね目標通りがきちっと決まってくるので、こんなとこで打つ時は右を消したい時はできるだけ頭をこう残して打つことでフェイスターンがちょっと強くなってね、右に行きづらくドローボールが出てきますから、こんな工夫をして打ちたいと思います。さあ行きます。目標をきちっと決める、あのバンカーの真ん中よりちょっと左、ちょうどこの落ち葉の方向にフェイスを合わせる。そしたらあとはヘッドアップしない、頭を残してきちっとヘッドをリリースしていく。さあ行きます。さあセカンドショットです。ピンまでは130ヤードやや打ち上げ、打ち上げ見て130ですね。でライです。ライがやや左足上がりアップヒルです。でグリーン見てみると横長のグリーンで、左横奥にバンカーありますけど、まあもうピッチング持ってますしね、そんなに曲がりは気にしてないです。花道はたくさんあるので気持ちよく打てる。ただ僕がここで気をつけることは、これ左足上がりアップヒルでショートアイアンでフルで打つと意外とすくい上げてしまって距離が出ないんです。なぜかというと、たくさん飛ばそうと思ってこうヘッドを走らせようとした時にこういう走らせ方をするとロフトが増えて飛ばないんですよね。ですから僕はむしろ大振りするというよりはコンパクトに、ちょっとハンドファーストでコンパクトのトップからきちっとこの手元が先行した状態で打つ。でそのためにあんまり傾斜に合わせるというよりはちょっと抵抗して立った方がロフトを立てて当てやすいので、そこを注意して打ってみます。さあ行きます。で曲がるとしたらドロー出やすいので、ちょっとピンの右を狙っておいて、そして左足重心でハンドファーストできちっとこう打つ。さあ行きます。コンパクトにロフトを立てる。